皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室業10年以上の先生へ、昔のやり方に固執しない、時代に合わせて商品を変える脳変換の勧めという微妙に長いタイトルになってしまいましたが、はい、今日はこんなお話をしたいと思います。具体的にそうですね、10年以上の先生のお話をするっていうことは、そういう方たちといろいろお話をした中で、見えてきている、最近の傾向ですね、それをお伝えしていくわけなんですけれども、私の中で大きくこうアドバイスをする時の区分っていうか区りがありまして、開業前の方のアドバイスと、駆け出し3年以内ぐらいの方で、3年5年の方と10年以上の方とか、途中の方はどっちかに寄ってくるような形になるんですけど、それでアドバイスをしているんですね。で、10年以上の方っていうのは、廃業されないで続けているっていうことはもちろん素晴らしいことなんですけれども、当然お悩みがあるから私に相談をっていう状態になった時に、共通項目がありまして、そういう方たちにはで、その改善点というか、脳変換のポイントですね、それをお伝えしたいと思って今日はこちらの動画を撮っていきたいというふうに思っています。はい、では本題に入るんですけれども、まずですね、10年以上の先生で残ってらっしゃるっていう方は、大概技術はあります。場合によっては20年選手の方とかはもう知識と経験と技術っていうものは素晴らしいものをお持ちの方が非常に多いです。そして10年以上やられている方は特に、当初の頃ですね、教室をやり始めた頃っていうのはライバルがほとんどいない環境で、場合によっては地域でその珍しいものをやっているようなケースの時には一人勝ちになっているケースが多い方です。一人勝ちになるっていうことはどういうことになるかっていうと、自分が宣伝とか自分がお客様のことを考えたりとかして企画を作らなくてもですね、そこに教室があるだけで勝手に上手に行けば探される、探されないにしても誰か一人入ってくれたらそのご友人とか知り合いの方が次々に入るっていう、教室が少ない時の黎明期ですね。黎明期にはそういう現象が非常に起きていて、で、確かにそれは先生の実力でもあるケース、先生が本当に実力があって特に目立って突き抜けた方で集まってるケースと、ちょっと言葉は残念な感じなんですけど、他に教室が近くになくて、でたまたまそこにできたから近いから通うという近所の人がも主に集まるケースですね。この2つのケースがあって、ただどちらも集客ができてしまっているっていう状態が変わらないケースがあるんですね。そうすると10年とか15年やっているとその差が出てくる時っていうのが、その自分が考えて出したものが正しい状態だと考えている場合にですね、当然自分の考えで、いろんな、講座を作っていったりとか内容を考えていったりするんですけれども、想像よりも早くですね、お客様の環境とか状況とか世間的な事情とか、一番大きな社会情勢ですかね、それっていうのが激変するのが今の世の中なんですよね。そうすると環境とか、社会の状況が変わると当然生活スタイルとか、クライアントさん自身の生活様式が変わるので、選ばれていたものが選ばれなくなったり、選ばれてなかったものが選ばれたりするっていう逆転現象も起きちゃう時代なんですよね、今の時代っていうのは。そうするとその段においてですね、先生の方が世の中の事象と事情を理解して自分が時代に合わせるという作業ができない方っていうのは、
やはり自分の考えと自分が伝えたいこと、やりたいことに固執する場合には大抵どんどん教室の人数が減っていきます。で、それは時代に合ってないからですね。時代に合ってないっていうのは様々な意味で合っていないという意味です。昔は OK だったものが今の時代は OK にならないこととか、よく例に挙げるのが、私のところでお伝えするのがデパート型と専門店型っていう話はよくお伝えしています。デパート型っていうのは何種目何個も何個も習える項目があって、いろんな生徒さんをたくさん種類集めて、どれを習いに来てもうちに来れば大丈夫っていう見せ方をしている教室は、教室業が少なかった段においては全然 OK だったんですけども、教室が増えてきたら、この専門特化で一点突破でやっている先生の講座にかなわないんですよね。一人で全講座を教えてしまっていることになるから。もちろんメリットとして感じる方はそのまま来てくれるんですけれども、通常この専門店の方に負ける。この状態は百貨店と、そのブランドショップとかコンセプトショップの売上高とか人の集まり方を見ても、その違いが一目瞭然で、百貨店が続々と潰れてってる、5年前ぐらいから潰れてってる環境と状況を考えても、教室業も全く同じような状況になってきているので、まずそれに気がつかないで、デパート型をやってらっしゃる先生っていうのはまず衰退していきます。で、専門店にじゃあ特化すればそれだけでいいのかっていうと、専門店の今度特化の仕方があって、あまりにもマニアすぎて人数が少ないところを狙いすぎると、それはそれでうまくいかないし、あまりにも多いところを狙いすぎると、それはそれでやっぱり没個性になって、沈んでしまうんですね。ですから、頃合いのいい、マニア度は高いんだけど習いたい人がそこそこいるといういいポジショニングを探して、そこに自分のスキルを移していく、見せ方を移すっていうことですね。これが結構時代の変化に合わせて大事なことなんですよ。だから、例えば、いろいろディプロマとか、コースの先生のご相談とかもよく受けるんですけれども、初級中級上級っていう、確かに難しくなっていくときに、そういう表記の仕方でももちろん全然 OK なんですけれども、そういう習い方を今の人たちはやりたいのかという原点に立たなくてはいけない場合もあります。場合によっては中級だけのスキルが求められるんだったら、初級のところは初級を教えている先生にお任せして、中級だけのスキルを教える講座を作っちゃったってもいいわけですよね。で、期間も昔は師範コースとか、ちゃんと学んでもらわなくちゃっていうと1年半2年とかっていうのが普通だった場合、今の人ってそんなに待てない速習コースとか早いコースが人気になってきていたりとかするんですね。そうすると1年未満6ヶ月とか3ヶ月でできるような講座は作れないかとか、基本講座の設計っていうのは習いたい人ありき で、習いたい人も時代によって、年齢層とかが一緒でもその人たちのライフスタイルが変わっちゃうと、優先順位と考え方がやっぱり変わってしまうんですよね。なので、先にそちらを調査ないしは、確認をした上で講座作りをしないと、いくらがむしゃらにですね、SNS 発信をしたりとか、自分の講座は例えば十何年やってきていますっていうキャリアを歌ったとしても、時代に合わなければやっぱり集客ができないんですよね。なので、一例で言うと、例えば私のクライアントさんでも、ご本人がものすごく技術があって、それは求めている人も多いらしいものだと分かっていて、本人も自覚しているんですけれども、見せ方がその人たちに届くように見せる見せ方、それは言葉の発信もそうだし、写真もそうだし、ウェブサイトの作り方もそうだし、発信の方向性とか発信の媒体も全てトータルで考えないといけないんですが、それが間違ってしまっているとゼロに近くなってしまうんですよね。だけれども、技術とか技能とか教えていることはほとんど変わらないのに、
その誰にという誰をしっかり定めて、でその人たちにきちんと届くように文章を書き、その人たちが習いたいと思うように写真も整えて、ウェブサイトも整えて、ということをした途端に高額商品もポンポン売れるようになったり、通常のコースも今まで全然閑古鳥だった状態からポン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 人が入ってくるようになる。先生自体のスキルはそんなに変わっていなくてもです。そういう変化変容を私は何度もクライアントさんと作り上げてやっていってる経験値からして、最近思うのが、昔すごく流行ったコースでも潰すとか手放すっていうことも決断の一個になるということです。時代の変化に合わない内容であれば。で、改めて作り直す時には、今の時代のトレンドを捕まえた状態で、かつそれを喜ぶ人たちを中心に作り込みをし直すっていう形になるので、おそらくそういうことをやってきてないんです。10年以上過ぎていて、どん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 集客が下がっている先生っていうのは、生地出だしが良かっただけに、昔の栄光にすがってしまうというか、そういうケースが多くて、しかもリニューアルもあんまり大きいことをしてこなかった方が割とこういう状況に陥っているケースがあります。で、一つ分かっていてほしいのが、商品の寿命ですね。サービスもそうなんですけど、プロダクトライフサイクルっていうんですが、寿命ってあるんですよ、やっぱり。導入期とかね、成長期、円熟期、成熟期、円熟期、衰退期、まあ、大体どれもこのカーブをたどります。そのカーブがゆっくりなのか急激なのかは、商品サービスとあと業態、業種業態によって違うんですけれども、そんな状況があるということを考えると、最近ですね、特にサービスの寿命が短くなってます。要は飽きるっていうことです。世の中に商品とか情報が多すぎて、次から次へと新商品が出てくるので、長くロングランで続く商品も上辺というか見え方ですね、それをいじりながら根底の部分を変えないでっていうマイナーチェンジを繰り返しているケースが多いです。ロングラン商品もだから全く変えないで済むっていうのはほとんどありえなくて、特に数年、3年から5年何も手を入れてこなかった場合には、相当の大改革、もしかしたらご自身の頭の考え方すら、大変換をしないと、教室の変革、要は今までどん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 先細ってきてる集客を止め、かつ爆発的に人を呼ぶっていうことができない可能性があります。だから技術は変わらないんです。技術は特に10年以上やっている先生は、見せ方と発信の仕方と、その教室の、まあ、コンセプト作りですね、この辺りの大リニューアルが必要になる場合が結構多いです。で、その際に邪魔になるのが昔の固定概念と、あとご自身の現状の、それを壊すことへの恐怖心と、あとプライドとか、まあ、様々なものがあるんですけど、一旦リセットできる勇気が必要になることもあるってことですね。はい。ですから特にリニューアルをあまりしてこなかった方、自分のやりたいように、自分が教えたい講座を好きなように作ってきた方で、10年やってきている方で、どんどん売り上げが下がっているタイプの方は、大改革が必要な時期になっているっていうことを気づいてほしいし、そのためには自分の考え方そのものも今までとは違う、もしかしたら180度、自分の個性は失わなくていいんですけども、考え方を180度変えていかないとダメになるケースがあるので、まあ当てはまる方に関しては、時代に合わせて考えるということと、商品サービスにはプロダクトライフサイクルっていうものがあるから、リニューアルのスパンがしかも今短くなってるから、こまめにリニューアルしないといけませんよ、ということを理解していただきたいな
というふうに思っています。はい、ということで最後まとめていきたいと思います。教室業10年以上の先生へ、昔のやり方に固執しない、時代に合わせて商品を変える脳変換のすすめのポイント1、時代の状況を調査して今の時代に合った商品に作り変えること。2つ目、商品にはプロダクトライフサイクルがあります。なのでどんなにヒットした商品でも必ず衰退する時期が来るので、衰退する前に新商品を出すか、リニューアルですね、教室のリニューアルをするということをこまめに繰り返していると、ずっと商品が売れ続けるというサイクルも作ることができますので、そちらの方も合わせて考えてみてください。それでは。